キム・ハンターはアメリカ合衆国の女優。本名はジャネット・コール。ミシガン州デトロイト出身。アクターズ・スタジオで学び、1947年に舞台版の欲望という名の電車にステラ役で出演。1951年に映画化された時にも同じ役で出演し、1952年にアカデミー助演女優賞を受賞した。この時、 ハンター本人は式典には出席せず、ベティ・デイビスが代理人として受賞した。しかし、1950年代半ばの赤狩りの時期に共産主義者を支援した権威でブラックリストに乗ってしまい、テレビや映画での仕事がほとんどできなくなってしまった。公民権運動に熱心に取り組み、1962年には多くの映画関係者が 共産主義者と不当に告発されたことを受けて、最高裁判所で証言もしている。同年、名誉回復。その後、映画、猿の惑星の最初の3作に出演し、再び脚光を浴びた。その後、テレビのソープオペラに、たびたび出演した。1944年から1946年の間、海軍大佐ウィリアム・ボールドウィンと結婚し、一人、 娘カティを設けた。1951年から2000年の間、ロバート・エメットと結婚。二人の間には一人息子のショーン・エメットがいる。ありがとうございます。